皆さんこんにちは。日本史を学ぼう16回目です。律令国家への道、六もう6回目になっちゃいましたね。これで最後です。今日は民衆の負担、税のお話をしたいと思います。さあ、民衆の負担、反転収受、えー、税制の話をしましょう。今もそうですけれども、税、今は税金ですよね。その税を払うのは民衆です。 その税が土地にかかる税であったり人にかかってくる税であったり物にかかる税様々ですけれどもその税の対象となる民衆は領民いわゆる一般農民と選民に分かれます。領民と選民はまたちょっと立場が違ってその間で結婚するのは禁止ですし選民の中には奴隷として売買の対象になるっていう人たちもいたわけです。 ではこの表を見てください前回の動画で国「国軍理」の話しましたけれどもその中で「理」をですねもうちょっと細かく見てみましょう25人程度の集団を「子」「合子」と呼んで「古種」という人が管理しますその「子」が50個集まると「理」と呼ぶので一つの「理」でおよそ1250人ほど になりますね25 50ですね 25×50 でその「子」の中をもう少し細かく分けると「領民」そして「先民」に分かれてそこから「先民」をさらに5つに分類します。これを「五色の線」というふうに呼ぶんだけどこの「良子」「官子」「くぬひ」これは「勧誘」です。 なので、で国有ですね。そして「家人」「死ぬ日」これは私有民になります。私有の先民です。またこの5つ古式の線の中で「良子」「漢子」「家人」は「子を形成することができますが「くぬ日」「死ぬ日」は「子を形成できない上に売買の対象になります。いわゆる奴隷ですね。 なので人間として扱われていなかったということになります会心のりでは戸籍・慶長、反伝収字の方を作れとありましたその反伝収字の方です6歳以上の男女には区分伝が与えられるそしてこの区分伝には男女によって支給量が違います 単が360部です両民男子には2単ですから720部を支給されて両民女子は両民男子の3分の2ですから1単120部480部が支給されますそして私有の選民ですから 家人には領民男子の3分の1の区分伝が与えられて、ここから税というものが払われていきます。その他に5位以上のものには、さらに遺伝が与えられて、神上,上、助、左官、それらにありましたよね。そういった官職に応じて式伝というのが別に与えられます。 これは時代によってちょっとばらつきはあるんですけれどもここでの場合は遺伝は火星対象いわゆる輸送伝として扱われます理を細かくすると「子」とやりましたこれは25人程度の集団いわゆる「5個子」ですけれども25人程度といえばだいたい5から6家族ぐらいですよねその 人、家族、この最小単位を房の子と書いて某子と言います。なので、某子、合子、利、軍、国というふうにあの単位が大きくなると思ってくれたらいいかなと思います。その子、一人一人に対して、戸籍というものを作ります。判伝収集のための基本台帳ですね。そして、形状。 次のスライドでやりますが、腸とか腰を徴収するための大帳を作成します。ここで気をつけてほしいのが、戸籍は6年ごとに作成、経長は毎年作成です。6歳以上の男女に区分伝が支給されますから、その6という数字と、 古籍の6年ごとの6をつなげて覚えてくれたらいいかなと思います。そして、税の負担です。負担の中心となるのは、政定と呼ばれる21歳から60歳の男子です。まあ、高校卒業するときが18歳、大学出るのがまあ22歳ぐらいですから、いわゆる働き盛りの男の人ですね。私もコロナ禍に入ります。で 米印見てください。超洋については、自定、まあ、定年して再雇用の方ぐらいの年齢ですね、61歳から65歳、そして中南これ、小定とも言いますが、17歳から20歳、まあ、若者ですねは多少減額されます。次の表でしっかりと見ていきましょう。では、税の制度を表で確認しましょう。 祖長陽の話ですねまず「素」ですけれどもこれは区分田を与えられた6歳以上の男女全員が負担するものですじゃあどれだけの税を払うのかっていうと与えられた区分田1旦につき稲2足2はこれはだいたい収穫の3%にあたります区分田1 単につきなので2単の区分で与えられている領民男子は、まあ、単純にこの倍になるわけですね次に長です絹であったり糸布海産物そういった強度の産物を一定量納入するっていう税です制定が100とすれば時定は50小定は25 とという,ふうになりますね。定定のののの2分の1と定の4分の1 1 4です。では次に「用」を見てみましょう。歳益10日これは都で10日間働くということなんですけれどもいわゆる「体で払え」ってやつですね。でもちょっと考えてみてください。例えば長門の国の人とか越後の国の人が都で10日間働くために その倍くらいの期間をかけて歩いていくわけですね。当然、新幹線とかそんなものないわけですから、いや、無理ですよ。こっからそこまで行くのに20日間ぐらいかかって、帰るのに20日間ぐらいかかって、十日働くんでしょ。全部合わせて50日かかります。無理です。という場合が当然出てきますよね。なので、じゃあ、その代わりに布を2畳6尺収めてください。 この歳益等価か布2 6尺どっちかを納めてねというのが要ですさあ「祖」「蝶」「陽」を見てきましたけれどもその「税」を納めるところちょっと気をつけてください祖は諸国に納めるものです国軍利の国ですねこれは6歳以上の男女が対象ですでは「蝶」とか「陽」っていうのは 中央政府、都に納めるものですこれは男子だけに課された税ですね。じゃあこの長とかよ、都に誰が運ぶねとなりますが、これはちょっと次のスライドで、えー、見たいと思います。そして最後、贈与です。地方の労益のことで、国士が私益するとありますから、自分が住んでる国での いわゆるまあただ働きですね制定が年間で60日以内時定は30日以内小定が15日以内になりますこの制定・時定・小定それぞれ負担する額ってのは変わってきますので要で言えば歳役10日の代わりに2条6尺を納める時定は制定の半分ですが小定17歳から20歳の男子は これは負担がありませんので今日機内でも、えー、用の負担は小廷はなしとありますからここも気をつけてくださいでは兵役です聖廷ですから21歳から60歳の男子のうち3人から4人に1人諸国の兵として軍団に所属しますそして都の警備をするエジ 太宰府に所属して北九州の警備をする防ぐ人と書いて先森と呼びますいつね朝鮮半島のあの辺から九州攻撃されても大丈夫なように北九州の警備をするわけですこのサキモ森は兵士なんですけれども武器とかは支給されません兵器であったり食料っていうのは自分で用意しますそして兵士は増用が免除 江地先森が皆既免除されるんですけれども当然やっぱり体は一つしかありませんからこの江地先れ平気に集中するというものですちょっと先になってあの奈良時代の文化のところで「万葉集」っていうのが出てきますけれどもその万葉集の中に先森の生活がねすごく苦しいっていうあの歌があります先森の歌っていうのがありますので、まあ、そこでちょっと紹介できたらなと思いますではその次 出る上げるあげと書いて,スイコって呼びますこれは春に稲を貸し付けて秋に利息をつけて返却するというものなんですけれども、まあ、借りたものには利息をつけて返すこれは普通ですよね。その「すいにはクスイコ「くすいこ」「しすいこ」っていうのが分かれててくすいこはまあ公に貸されるものです。 死水庫っていうのは、豪族が私的に稲を貸すっていうものなんですけれども、この2種類があって、どっちにしても利息は入ってきます。苦水庫で5割の利息。死水庫では10割の利息です。これめちゃくちゃ高いですよね。なので、10の稲を借りたら、苦水庫では15を返さないとダメです。死水庫の場合は、10借りたら20返さないとダメです。 ということは、貸してる側からすると、その利息の味を占めるわけです。10貸したら20返ってくるぞ。止水庫の場合は。なので、最初は、稲がない困ってる人に貸すっていうものでした。わあ、うちのところ稲ないからどうしましょうっていう時に、あ、なかったら貸してあげますよ。ああ、ありがとうございます。いやいやいや。 でも、まあ、秋になってね、収穫時に、まあ、ちょっと利息つけて返していただいたらそれでいいんで、っていう、まあ、優しいものだったのが、だんだん強制的に貸し付けするようになります。おい、いいね、貸したるわ。いや、うち、あの、余裕ありますんで、特に今年は、あの、借りなくても大丈夫です、ってなった時に、なんや、わしが貸したるっていうもん、受け取られへんちゅうんかい。 そうかそうか、お前そんなやつか、みたいな脅しをされたら借りるしかないですよね。なので無理やり貸し付けられて、ってなると借りたものは当然返さないといけないんですけれども、利息をつけないといけませんので、だんだんと農民の生活が苦しくなってくるわけです。そして最後、運客です。町、要を都まで運ぶという義務。 こ陽は中央政府都に納めるものですからこれはどれだけ遠くても絶対に、えー、都まで持っていかないといけないわけです。なので陽の布2条6尺も聖帝が都まで運ぶこれが運脚と言われるやつです。 さて次回なんですけれども、ちょっとこの辺りで確認のテストをやってみたいなと思います。簡単なあの確認のテストです。1回目から8回目までの動画をまもう1回振り返っていただいて、その中からちょっとテストをしたいなと思います。このテストは次回とその次の2回に分けてやりたいなと思います。なのでしっかりと勉強しておいてください。今日はここまでです。ありがとうございました。